俺の名前は後藤大和、高校3年生。常にぼっちな俺にも少し前から仲間ができた猫だけど。1ヶ月前のゲリラ豪雨の日、この噴水公園で捨てられているのを発見。その後去勢手術を行い、今は地域猫として可愛がっているのだ。しかしあの日を境に変わったことはこれだけではない。おい、今日こそ我がチームに入ってもらうぞ。あらあら、桃色さんは物騒ですね。彼はうちのものですわ。違う、この人は私のもの。そう、俺はなぜかこの町のレディース3組の総長に取り合われているのだ。でもなんで。ところで誰が誰でしたっけ。だから私が桃色一派の小川リーナ。いい加減覚えろ。私がヒーロー一派の加藤エリカですわ。うちは金色一派、私が佐々木サラダよ。まさに三つどもえ。しかし小岩町も最近は物騒になったな。昔から何かと荒れていた小岩町だが、数年前に一人の男が当時し、平和は保たれていた。しかしその男が忽然と姿を消してから、再びトップをめぐって様々な不良グループが乱立。その中でもレディースを中心に勢力を伸ばしているのがこの3組だ。総長の3人とも同じ女子校の3年らしく、陰キャの俺は無関係のはずだった。とにかくあとはお前次第だ。いい加減どこのチームに入るかはっきりしろ。あなたの力が必要なのです。いやだからなんで。正体を隠したって無駄だよ。正体も何も、生まれてこの方俺はずっとこれですけど、もう勘弁してくれ。あ、待て。ああ、ここ最近毎日あれだ。なんで俺なんかを欲しがるんだ。とはいえ思い当たる節がないわけじゃないんだけど。ああ、おかれ。そう、俺には3つ上の兄ハルトがいる。幼い頃から双子と間違われるくらい顔がそっくりなのだが、性格は真逆。兄さんは昔から喧嘩っ早く豪快で、数年前までこの小岩町を一人で統治していた張本人、通称伝説の喧嘩師後藤なのだ。しかしある一件を境に町から姿を消し、今は真面目に働きつつ家にこもってトレーニングの日々。額の傷もその一件でついたらしいのだが、詳しく聞いてもなぜかはぐらかされるだけ。じゃあ着替えてくる。ヤマト。お、お前は喧嘩なんかすんなよ。強くてもできねえことはあるんだから。わかってるけど、あの総長3人が俺に絡んでくるのは兄さんが関係してる気がする。でも顔は髪で隠れてるし、兄弟だと知る人は学校にもいない。これ以上不良の抗争に巻き込まれたくはないな。なあ、お前もそう思うよな。うい、しょっと。びっくりした。あれ、今日は一人なの。悪い子よ。こりゃ確かに可愛いな。あれ、この人こんなに可愛かったっけ。でもよ、人間の連れだって欲しいだろ。うちに入ればいくらでも。あら、偶然ですわね。またエリカ様かよ。あれ、この人も一人だ。あら、可愛い猫ちゃん。でも撫で方が違いますわ。リナさん、ちょっとどいてもらえる？なぐ。ほら、こうやって撫でてあげると。総長とは思えないほど柔らかいて。あら、私ばっかり見てどうかされました？いや、別に。ねえ。ほんとだ、確かに喜んで。え？にゃあ。いつの間に。ねえ、もっと撫でて。かわいい。ちょっとサラさん、あなたを撫でるつもりはないわ。てか揃いも揃って取り巻き出すとはいい度胸じゃねえか。あら、それはあなたもでしょ。醜い争いはやめるのにゃ。あんたはいつまで猫のつもり。なんだかんだ仲いいよな、この3人。しかし俺を兄さんと勘違いしてるとしても、なぜここまで欲しがるんだろう。ああ、三人揃って仲良しごっこか。あなたはコリランタ。何度も言うが、女はこの町から出てけ。小岩町は我がスクランブルが統治する。スクランブルって確か今一番勢いのある暴走族。
3人はこいつらに勝つために兄さんの強さを欲しがってるわけか。好き勝手させるかよ。まあ、あんたもそう思うだろ。あのですね、実は。あの時のようにこの町を統治するのです。早く本気を出して。聞く耳持ってくれね。もういい。こうなったら別の方法で。次の土曜10時、駅前に来い。いいな。え？そして迎えた土曜日。いよいよ休日まで。早く弁解しないと。よう、待たせて悪いな。え？総長さんですよね。んだよ、チロチロ見やがって。そりゃこんなに可愛いんだから見るだろ。でもなんで私服？ほら、さっさと行くぞ。え、行くってどこに？こんなのデートに決まってんだろうが。でデート？総長と俺が？なんで？おい、今日は総長って呼ぶな。リナでいいから。でもこんな可愛かったらデートも慣れてるんだろう。で、デートって何すればいいんだ？ギャップ萌えすぎる。結局俺の提案でおしゃれなカフェに来たが。うめえ。めちゃくちゃ普通の女の子じゃん。ん？なんだ？食いたいのか？リナってさ、なんで総長をやってるの？悪いか？いや、普通にしてたらこんな可愛いのに。それはあれだよ。姉ちゃんの後を継いだんだ。それに私だけじゃない。エリカもサラも2代目。姉ちゃんの時からうちらは三つどもえだったんだよ。そんな歴史が。でもそんな時ある男が現れ、姉ちゃんたちはいがみ合いをやめたんだ。その男って？お前だろ、伝説の喧嘩師後藤さんよ。やっぱり勘違いされてる。待てよ、じゃあ姉ちゃんたちを束ねてたのは中学時代ってか？そんなが緊張に。そうそう、おかしいでしょ。だから俺は。でも姉ちゃんは昔から年下好きって言ってたし。え？中学生でも力とカリスマ性が溢れてたってわけか。なんでそうなる？とにかく早くうちの仲間になってくれ。ぐっ、はい、そこまで。なんでここに？朝から後を追ってたんですわ。でも今度は私の番。それじゃあ行きましょうか。さあ、我が加藤財閥特製フルコース、好きなだけ食べてくださいね。伝説の喧嘩師後藤様。やっぱ勘違いされてる。あなたのことは姉様からそれとなく聞いてましたわ。ちなみにその姉様は今どこに？あら、あなたが俺が消えたらまた町は荒れる、だからお前たちもこの町を出ろと言ったのでしょう。実際スクランブルのせいで町は汚されています。生まれ育ったこの町を守りたいというのはどの一派も同じ思いですわ。そうだったのか。だからこそあなたの力が欲しいのです。いや、だからこそ俺の話を。それかいっそのこと私と結婚してもよくってよ。それは待って。うちのセキュリティを単身突破？仕方ない、譲りましょう。やったやった、さあ行こう。ごといい場所を予約したからさ。いい場所ってまさか猫カフェかい？にゃ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 、会話してる。ていうか君、金属バットより猫ジェラスの方が似合ってると思うけど。あ、やっぱり猫好きに悪い人はいないのにゃ。俺が猫好きって知ってたの？知ってるも何も、見たのだ。大雨の日、あの公園で捨て猫を助けてる君の姿と、前髪をかき上げた時の素顔も、お姉ちゃんから聞いてた喧嘩師後藤と同じだった。なるほど、あの時に。でも遠くて額の傷までは見れず勘違いしたと。とにかくこれ以上街が荒らされたら地域猫にも影響が出ちゃう。それを食い止めるためにお姉ちゃんから黄金一歩を受け継いだんだ。3人とも街を守りたいだけなんだな。だから私の力になってほしいのにゃ。だから俺は。お時間でーす。まだ諦めないのだ。どうしたものか。でも正直めちゃくちゃ楽しかった。それからも3人は毎日のように噴水公園で俺を待ち構え、聞く耳も持たず説得し続けた。いつしか本当のことを言えないどころか、
勘違いだとバレて会えなくなるのが怖くなっていく。何の力もない俺じゃきっと興味すら持ってもらえないな。またお前らか。あ、なんだそのもやし野郎は。まあいい、出ていかねえなら力ずくで追い出してやれ。調子に乗るのもいい加減にしやがれ。ここで決着をつけてもよくって。いつでも来い。じゃあお望み通り。待って、なんで止めんだよ。あなただって昔は。そうじゃなくて、三人とも本当は可愛くて優しいんだから喧嘩なんてしなくていいはずだ。それにお前、町を汚すような人間に投資なんて無理だ。んだとこら、誰か知らねえが邪魔するってんなら。おまわりか、覚えてやから。なんか柄にもないことしてしまったな。あのさ、なんつうかそのありがとう。私たちも考え方変えてみますわ。さすがは伝説の男。おう。でも考え方を変えるって具体的に何よ。翌日って3人ともどうしたの。ヤマトがいたんだろ。普通の方が可愛いって。私の可愛い顔には傷なんて似合わないんでしょ。バット捨てた。だからほら、右手が空いたし手つなごうよ。あら、私は両手とも空いてますわ。なあ、二人とも抜けこけすんな。なんだこの守りたくなる三人は。それからは各メンバーも交流し、ついに噴水公園のゴミ拾いもするように。というのも、毎晩ここでスクランブルの奴らが集まりゴミを放置し始めたのだ。さすがに暑くて前髪邪魔。あの、伝説の後藤さんですよね。こんなに優しい人だったとは。ああ、いや俺は。なあやめろ、今日は帰っていいぞ。帰ってゆっくり休んでください。じゃあ俺もそろそろ。ヤマトはダメだって今から。女子3人とカラオケする日が来るとは。これはもう楽しむしか。よっしゃ、じゃあ俺も歌うぞって。これデュエット曲じゃん。じゃあ私と歌おう。いや、私と。ちょっと2人ともシェアするって決めたじゃん。なんか3人とも様子が変わりすぎじゃないか。しかしいつまでも誤解させたままじゃ。兄さんに相談してみるか。なあ兄さん、実はカクカクしかじかでさ。だから兄さんからも。ふーん、やっぱ俺らは兄弟なんだな。え、でも俺は兄さんみたいに強くもないし。そういう意味じゃねえよ。でもそういうことなら俺も久々に連絡してみっかな。あ、ちょっと兄さん、話はまだ。その後も俺は毎日3人と顔を合わせ公園の清掃に勤しんだ。本当のことを言おうと思いつつも、この幸せな時間が失われるのが怖かった。しかし、帰り飯食っとく。さーす。ああ、総長たちも行きましょうよ。おう、ご苦労さん。お前らのおかげで毎晩汚しがいがあるってもんよ。てめえらのために片付けてんじゃねえんだぞ。そう言うと思ってよ、今日で終わらせに来たんだよ。今日をもって正式にこの町は我がスクランブルが統治する。歯向かう者は潰すまでだ。やっぱやるしかなさそうだな。待って、喧嘩じゃ何も解決しないし繰り返すだけだ。もうそうも言ってられねえんだよ。この町が汚されていくのを黙って見とけと言うんですか。ちゃんと私たちだけで決着をつけるから。3人とも気持ちは痛いほどわかる。でも後藤さんも本気出してくださいよ。もしかしててめえ、あの伝説の喧嘩しか。なら先にぶっ飛ばしてやる。待って、その人は。分かったよ。その代わりこの3人には絶対に手を出すな。ヤマト。いい度胸だ。じゃあ手始めに。よっと。いってやっぱ俺はこの程度ってやば。噴水の時間が弱すぎじゃね。で、初代がつけたっていう額の傷がない。お前偽物か。ああそうだよ、俺は弟だ。
でもな、三人を守りたい気持ちは本物だ。兄さんと違って喧嘩なんかしたことないけど、何度だって立ち上がってやる。じゃあ一発で沈めてやるわ。俺にできることはこれくらいしか。待ちな、おめえらの相手はこの俺だ。兄さん。本物のお出ましか。しかしスクランブルは相変わらず汚いね。あの頃と一緒だ。あの頃、ヤマト、お前には関係ないと思って話してなかったが、そもそも兄さんはひ弱な俺が小岩町で安全に暮らせるようにと統一を目指したという。その過程で仲良くなった3人のレディース総長と共に治安維持に乗り出した。しかしスクランブルの初代総長がなんとその3人を人質に取り、兄さんにこの町から姿を消せとゆすってきたらしい。もちろん兄さんは抵抗し、なんとか3人を逃がすことには成功したが、額に傷を負った。それでも最後には総長と対峙し、お互いにこの町から姿を消すことを条件に和解。ところが今になってゴリが勝手に2代目を名乗り、幅を利かせ始めたそうだ。あの3人をちゃんと守れなかったのは事実だから、俺は姿を消し鍛錬に励むことにしたんだ。待って、まさかその3人って。なあ、そこにいる3人の姉ちゃんだよ。あ、同じ境遇になるんだからやっぱ兄弟だよな。でもできることは違う。俺は誰かを倒すことしかできない。だからお前は人を守れ。兄さん。ってことでかかってきな。あん時の借りは返してやるよ。舐めやがって。なあ、お前ら本気でいけ。リナ、エリカ、サラ、黙っててごめん。でも俺、そんなの途中で分かってたよ。え、額の傷のことは姉様から聞いてましたから。ヤマトの額に傷はないこと、ゴミ拾いの時に見た。じゃあなんで。私たちはいつしか伝説の喧嘩師じゃなくてヤマト自身に惚れてたの。力じゃなく優しさこそが本当の強さだって教えてくれましたわ。それにヤマトだって私たちを守るって気持ちは本当なんでしょ。みんな、ああ、もちろんだよ。三人は俺が守る。ただあの数を兄さん一人でっていうのは、もう勘弁してくれ。え、もう片付いたの。いいか、もう一度言う。二度とこの町に入るな。小岩町はみんなのものだ。すいませんでした。やれやれ、どんな腰抜け野郎だったな。こんなに強かったなんて、ありがとうございます。でもハルトさんが戻ってきたならお姉ちゃんたちに連絡しないと。なあ、それなら俺から連絡して。あ、来た来た、久しぶりだな。これからはうちの弟がこの町とみんなの妹を守ってくれるんだってよ。え、違うの。もちろんですとも。その後スクランブルは解散し、総長のゴリも姿を消した。小岩町にも平和が戻り、噴水公園も地域猫たちの安全も確保されたのだった。そして俺の高校生活も平和なまま卒業を迎え。ヤマト、卒業おめでとう。というわけで、分かってますわよね。今度は誰と付き合うか決めてほしいな。で、決めれるか。相変わらず俺は幸せな三つどもえの渦中にいるのだった。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画